大谷の移籍は認めない。大谷選手をエンゼルスから移籍しろというアメリカテレビの反応です。エンゼルスはプレーオフ進出は絶望的であり FA 移籍の声が多く見られます。その中でオーナーのモレノ氏の発言が物議を醸しています。それによって大谷選手の FA 移籍をより後押ししている状態になっています。その背景にはエンゼルスや大谷選手のとあるデータが注目されています。大谷選手にふさわしい球団はどのチームなのでしょうか。アメリカテレビの反応についてお伝えしていきますので最後までご視聴お願いします。エグン絶望、プレーオフは見ていない。エンゼルスは先日19日にレイズ戦で18失点を喫するなどプレーオフ進出の可能性は限りなくゼロになりました。レイズとのダブルヘッダーの第2試合で4回2アウトから落球し、ここから先発サンドバルが4失点、18失点の契機となっていました。エンゼルスはこの敗戦のきっかけとなる平凡な中堅飛球を落球したジョーディン・アダムズ選手を 3A ソルトレークに降格させました。アダムズは18年ドラフト1巡目全体17位で A 軍に入団した選手です。8月1日にメジャー昇格したばかりでしたが、その日さらにエラーを重ねるなど、エンゼルスにとっては悪夢の日となる試合となってしまいました。また大谷選手と今季チーム最多の15試合で先発バッテリーを組んでいたウォラク捕手が 3A に降格することが決まりました。ウォラク選手は正捕手オハピー選手の復帰に伴い18日に事実上の戦力外通告となっていました。しかしエンゼルスにとってはすでに万事休すの状態。ファンはプレーオフ進出が現実的に厳しい状況に対して不満の声が続出しています。大谷選手のようにこんなに素晴らしい選手たちが揃っているのになぜプレーオフ進出が難しいのか本当に腹立たしいです。指導陣や戦術にも問題があるのかもしれませんね。これからの改善策に期待します。大谷がエンゼルスという球団が好きなのはわかるけど、野球選手として次のステップに進むために他球団に移籍することも大事だと思う。プレーオフはもう無理。大谷選手がホームラン打つかどうかくらいしか気にならなくなってしまったよ。などと厳しい声が続出している事態となっています。世間的には大谷選手の移籍論が広まっている中、モレノ氏の発言が話題になっています。大谷残留希望。大谷を出したオーナーになりたくない。エンゼルスの球団オーナーであるアルテ・モレノ氏の大谷選手に対する発言が物議を醸しています。大谷の移籍は認めない。大谷をトレードに出したオーナーとして記憶されたくない。彼の素晴らしい才能と情熱が球団とファンに新たな希望をもたらしてくれています。私たちは大谷の成長を支え、彼の成功がエンゼルスの歴史に輝く1ページとして刻まれることを信じています、という言葉とともに再契約に向かって動いている姿勢にアメリカテレビもすぐさま反応していました。選手たちには移籍やトレードといった現実があることを理解すべきです。彼の発言はファンに対する軽視につながってしまっています。大谷選手はチームの大黒柱であり、ファンにとってもアイドル的存在です。しかしオーナーが彼をただのトレードネタとして見ているような言葉は許しがたい。選手に対する尊重が足りないと感じます。アメリカのスポーツ界では選手に対する尊重が大切視されています。モレノ氏の発言はそれに反するもので、ファンとしてはがっかりしていますと、モレノ氏への批判コメントが集まりました。さらに米テレビスポーツキーダのアドリアン・ローニ記者は大谷がエンゼルスから移籍すると言及しました。大谷をトレードするのが最善であったように多くの人が感じるだろう。エンゼルスのファンは悔しいかもしれないが、自分たちのスターにきちんと別れを告げるに値すると、エンゼルスへの別れを覚悟するべきだというコメントを残しました。そしてアメリカテレビは大谷選手が移籍すべき理由をとあるデータを用いて紹介していました。育成力なし。エンゼルスの最大の弱点とは。アメリカ球界では早くも来季の移籍先に関する話題が飛び交っています。移籍期限前、水面下で動いていたドジャースやヤンキースなど資金力のある有名球団の名前が挙げられていますが、大谷の場合日本人特有の美意識や感性もあり、単純に金銭面だけでは測れないとも見られています。強い選手が移籍する球団のポイントとしてはチーム力があるかどうかが重要になってきます。たとえ大谷選手が高額の長期契約を交わしても、万年最下位でポストシーズンに届かないチームに所属したとしても本意ではないはずです。アメリカテレビはこのことについて次のように話しています。
目先の勝利だけでなく、中長期的な戦略に基づいたスカウティングや育成システムがない限り、世界一はもとよりポストシーズンには届かないとも言えます。つまり大谷選手はいくらエンゼルスに高額の契約金を積まれても、中長期的な戦略や育成システムがない、エンゼルスに残るのは不満があるというのは必然的なことなのです。とエンゼルスのち悠長的な戦略や育成力がないと指摘しています。さらにアメリカテレビの MLB パイプラインでは、育成システムランキングをもとに次のようにエンゼルスについて指摘しました。野球選手にとって育成システムがしっかりしている球団は非常に重要になってくる。我々のデータではエンゼルスの育成システムランキングは28位と非常に低い位置にある。これは将来性という点では一定の指針になるとも見られています。ただ勝てるチームを見極めることは簡単ではありません。最低でも総額5億ドル、約725億円とも見込まれる大谷は、何を最優先し、どこに判断基準を置いて最終決断を下すのかに注目されます。少なくともエンゼルスに残る理由はこの観点だとなくなります。とエンゼルスの育成システムの弱点を挙げ、移籍を勧告するコメントを挙げました。さらにアメリカテレビでは大谷選手に関するとある記事にも注目が集まっています。 MVP 確定、ア・リーグに MVP オッズがなくなる。アメリカの記事では MVP の予想をする記事が話題になります。ナ・リーグでは30本塁打と60盗塁を達成すると史上初の期待をされているアクーニャ Jr. 選手や、打率3割3分7厘、 OPS 997の打撃力を誇るフリーマン選手、ナ・リーグホームランランキング1位のオルソン選手などが MVP 争いをしています。そこでのオッズが野球ファンを楽しませる要素にもなっています。しかしア・リーグでは MVP のオッズ掲載がない状態なのです。その理由としては、記事には次のような記載があります。ア・リーグの MVP は現在5割以下のチームの二刀流スター選手が獲得するのはほぼ確実だが、ナ・リーグの MVP 争いはホームフィールドアドバンテージを争う2チームの誰なのかを争うものだと、エンゼルスを勝率半分以下のチームと揶揄しながら大谷選手の MVP ほぼ確実を伝えました。さらに、これは可能な限りの大谷選手の暴走です。レギュラーシーズンは残り6週間となったが、大谷選手はリーグ MVP 候補を大きくリードしており、ほとんどのサイトではもうかけることすらできないと、圧倒的な結果を残している大谷選手が確定している様子を伝えていました。これに対してはネットでも次のような声がありました。大谷がいるリーグのオッズはこれからもなくなるだろう。こんな選手見たことがないよ。大谷選手のパフォーマンスには言葉も出ません。ホームランを打ってからマウンドに立つ姿勢はまさにスポーツ界の逸材。ア・リーグ MVP ほぼ確実との報道、本当に嬉しいです。大谷選手の成し遂げていることは驚くばかり。バッターボックスからマウンドへのスイッチ、どちらも卓越した才能を発揮しています。ア・リーグ MVP という栄誉、完全に獲得に値すると思います、という声が見られました。大谷選手の活躍は誰もが認めている状態になっています。アメリカテレビは大谷選手の FA 移籍先の話題で持ちきりとなっています。移籍予想、新たな予想球団が急浮上。今オフに FA となる大谷選手は各球団による激しい争奪戦が予想されています。アメリカテレビの FOX スポーツのジェイク・ミン記者は、今オフの移籍可能性が変動した選手12名を挙げました。その中で大谷選手が一番の注目であり、次のように話しました。二刀流のスーパースターの契約金を5億ドル、約710億円と見ている。大谷は完璧なタイミングでキャリア最高の年を迎えている。エンゼルスが忘却の彼方へと急降下しても大谷は素晴らしいままだ。一方、アメリカテレビのファンサイデッドのザック・プレスネル記者は次のように話しています。シカゴカブスが大谷を獲得する可能性のある。 NBA のレブロン・ジェームズがマイアミに移籍するのを決断して以来の出来事だ。カブスはマーカス・ストローマン投手の2500万ドル、約 35.5 億円以外に、2000万ドル、約 28.4 億円以上の年俸をもらっている選手がいないため、資金面で余裕がある。一方で出費が少ないということは、カブスが大谷のために必要な資金を使う気がないということかもしれないと、資金面を考慮した予想をしていました。さらにアメリカテレビのノーラン・ライティン記者は次のように予想しています。
レンジャーズが大谷選手を獲得する可能性がある。レンジャーズは財政的にもフィールドでの競争力でもこれらのどのチームとも戦える。テキサスは立地に恵まれていないが、2012年から2017年までダルビッシュ有投手がレンジャーズで投げていたため、あらゆる便宜を図ってくれるだろうと、財政面とチーム力以外にもダルビッシュ選手が所属している点を評価していました。大谷の契約金は史上最高額の5億ドル、約727億6000万円以上になると予想されています。 FA 予想としてはドジャースやメッツなどの金満球団になるとの見方が強くなっている予想も見られます。ですが過去の事例を考えると、必ずしも一番多い金額を提示した球団が争奪戦を制すとは言えないです。今後の大谷選手の FA 移籍はどのようになるのでしょうか。皆さんの率直なご意見をコメントにお願いします。今後も大谷選手についての情報をお伝えします。それでは次回の動画で会いましょう。